私たちは長い間この時間を待っておりました。私個人で言いますと、80年前にこの国の黄緑江の水で産湯を使ったと私は母から聞かされております。今日は68年ぶりの訪朝なんですが、私の父はこの国の山に入っておりますので、今日は本当にもう人生最高の嬉しいありがたい日になりました。すごく風が気持ちよくて、父の眠るこの土地の空気をものすごいもう胸いっぱい吸い込みました。ありがとうございます。